じゃあとりあえずね、4月26日金曜日どうやっていきたいかなと思います。まあ世間的にはね、明日からゴールデンウィークですけどね、まあ今日からね、ポケモンはまあゴールデンウィークの、火曜日かな、一応確か月曜日がね、10日後の月曜日が、祝日のあの振り返り休日になるんで、まあ一応ね、今日からまあ土日月曜日、あれ土日だっけ、なんか土日で2日間休んで2日間はあ3日間働いてみたいな、まあちょっとね、今年のゴールデンウィーク、ごめんなさい、土日月か、土日月3連休からの火水木、平日が、まあ平日、まあ世間的な平日が3日間。で、残りね、ごめんなさい、金、土、日、月とね、まあ振り替え休日で、込みで、まあ4日間って感じのね、まあゴールデンウィークが、始まるんですけど、一応ね、腕の皆も絶対に、おらんね、前回のイベントの時に、捕獲しますんでね、まあ問題はないんですけど、今回ね、ちょっと、まあ、雨とか経験チャイムの方がね、もうだいぶ底ついて、前回の不思議なレイドの時、周回しようかなと思ったら、まあ、不思議なレイドがね、本当にいかんせん、もう、箸にも棒にもって感じだったんで、もう全然ね、経験雨がもうないんで、ちょ今回はね、経験雨、まあそうですね、まあ、貫出できれば目指しつつ、一応ね、遊んでいきたいかなと思います。だけど、こっちか。間違えた。こっちですね。で、一応ね、昨日撮った動画もね、今アップロードして、あと合成待ちなんで、そうですね、まあ、一応今日も、まあ、できれば改造部屋入りつつって感じで、やっていきたいかなと思います。まあ、こういう風にね、テラスル固定のイベントレードって A ボタン連打してるだけでもういろんな部屋にポン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 入るんで結構楽なんですよね。多分すぐに入れると思うんですけど、一応今回ね、もうめんどくさいんで、ガチグマ一体で行きたいかなと思います。まあ、特にこだわる必要もないでしょ。まあ、どうせ星5なんでね。前回の時ね、ちょっと俺何のポケモン使ったか覚えてないんですけど。解散されたっぽいですね。あれおかしいな。俺 OK 押したのに、OK マーク消えたんですけどね。バグかな？わかんないけど。一応ね、で、あとスマホのポケモンフォームの方もね、今、どんどんね、交換 OK になってますんで、ちょっとね、やっていきたいかなと思います。俺、準備完了したんですけど、なぜか反応しなくなった。てか、俺らそこね、OK ランプつきましたからね。そしたら消えたんだけど。何なんだろう？バグなのか、壊れてんのか。もうちょっとこのお三方には申し訳ないですけど、俺なんせジョイコン動かしようがないですからね。準備完了しちゃってますんで。初っ端からバグも怖いっすね。あ、で、あとね、今日からね、なんだっけ、色違いの方のね、イベントっていうのも始まってますんで。そうですね、そっちも最悪動画撮れたら、撮りたいかなとはね、思いますけど。あ、OK ですね。部屋入れたわ。よかった。しかもあの羊の上多分色違いですかね、不思議花も。で、動かないっすね。回線切っちゃった方がいいかな、もしかすると一回。これ全く反応しないんで、回線切っちゃいましょうか。あ、動いた。おっそ。もうちょっとこんであげるか。
オッケー、解放しよかった。一応ね、あれって特殊に振ってんのかな、このガチグマ。ちょっとどっちのガチグマ使ってるかわかんないですよね。前回のハピナスレイドの時のそのまんまのガチグマなんで。一応効果抜群にはなるんだけど、これ落ちるのかな？あ、それは落ちるんだ。特殊ぶりのガチグマっていたっけな、俺予備タンク。いたかって言われるとちょっと記憶にないんだけど。まあ大体140ぐらいか。やべ。あ、よかった、おたけびで。しかも不思議罠が落ちた。で、俺も落ちる。てか、思ったよりヒスヌメ弱くね？まあ、これはしょうがないっすよ。なんでヒスヌメなのかがわかんねえ。まあ、不思議罠はまだいいよ。それはまだいいよ。そしてなんか俺スマホのポケモンホームが壊れたかも。なんかログインできなくなった。てか急に落ちた。あれかな、俺特防ボッパのガチグマいたっけな。多分ポケモンホーム探せば何体かガチグマいるんで予備タンクは持ってこれるんだけど。一応今度はログインできた。なんで落ちたんだろう。ちょっと待ってくださいね。このガチグマどっち型だ。ああ、一応これでも特防型かだ。じゃあ俺のせいじゃないっすね。まあ今日もまたね、初日の平日っていうのもあって、多分ろくに人はいないと思うんですけど、入れたの。あ、でも一人日本人いんだ。
うわやべ、ごめん半分食らっちゃったよこれは申し訳ねえな。あ、その前にソフレーズが一発で落ちたんだ。オーマイガーだね。しかも2発技か。2発技無理だ。なんでソーブレッジ1発落ちたんだろう。意外とソーブレッジ耐久いいはずなんですけどね。わかんないけど。あ、土下座も落ちた。あれ、俺前回の鉄の遺産の時って何のポケモン使ったっけ。なんかもう覚えてねえよ、ぶっちゃけ。まあしょうがねえ、ラウドも終わり、飛んでくれフフフ。誰使ったっけな、多分ソウルでやったのかな、わかんねえ、なんか記憶にねえ、マジで。一応ね、俺がやったのが、まあ俺が動画にしたのが、12月26日っすね。うねるみなもは天の弱じゃろうだ。鉄の伊佐派に関してはビルドアップが多いにしてるわ、俺。ああ、天の弱うねるみなもか。オッケーオッケーオッケー、了解。あいつ使ってたんだ、俺。ちょっと待ってくださいね。うねるみ、多分ね、じゃろうだ、この辺に、あ、いたいたいた。これっすね。これが多分天の弱じゃろうだっすね。多分そうだよな、アマンジェクジャロだか。これと、一応ガオガエンがビルドアップ型のガオガエン。俺ガオガエンなんて持ってたっけ、そもそも。多分なんか捨てた気がする。あいつあんまり価値ねえからな。あ、一定で聞いた。これか、ああ、これか。問題ビルドアップ持ってる。ああ、一応ビルドアップ、ああ、持ってるわ。だビルドアップから多分、DD ラリアットぶっ込んだんですかね。わかんねえけど。まあ確かにエスパー、まあ効かない。草効かない。なるほど、そういうことか。で、一応今回もまたそうですね。ジャローだと、まあ、ガオガイン2体でいきましょうか。確かに、うねるみなもに対して、ジャローだマジだとなんですよね。まあ、火炎放射食らっちゃうんですけど、イベントいねえ。ダメだ。今もうね、4部屋ぐらい交換してんだけど、全然イベントレードなくなったんで、しょうがねえから、どっか空飛ぶか。一応俺、スカーレットじゃなくてバイオレットなんで、どっちが出るんだ？イベント、ああ、俺あっちが出ちゃうんだ。あの、なんだっけ。あの、イサハの方か。で、俺もぶっちゃけイサハとか、まあ、そうですね、水面捕まえちゃってるんで、多分確保はできないんですよね。あの、通信交換で捕まえた判定になってても、あの、前回は捕まれたんですけど、今回はあの、前回のイベントの時にマジで捕まえちゃってるんで、多分ダメ判定になるはずなんだよ。ちなみにこれくらい落ちてねえか。落ちた。あれ？ここちょうどね、まあポケモンセンターのあれから近かったんでめちゃくちゃあざらったんですけど。まあまだね、10日ぐらいあるんで、まあ大丈夫だと思いますけどね。おちなみにスマホのポケモンフォーム今日はワンサか。ポケモン飛んできますね。昨日は全然ね、動画あの飛んでこなかったんですけど。何なんだろう、この差は。
うわ、急車になったのか。まあ、そらしょうがねえ。一応でも、海岸の都度も足してるんで、ネズミのラリアットだったら、全回復無理かな。余裕、あ、余裕でもね、ガギリギリか。まあでも、次一発の急車確定で耐えるんで。でもやっぱそうですね。言い方でいいけど、スカーレットの方が、なんか、言い方本当に悪いんですけど、ジャローダ積まなくて済むんですよね。あれ普通にもう技さえ当たれば、自動的にぶん殴れるっていうタイプのジャローダなんで、マジでジャローダの方が楽だよね。特にこのガオガン失敗したのがあれなんだよな。炎テラスタルのガオガンだから、アクテラだったらテラスタル切ってラリアットぶっ込みやすかったんですけど、よく俺前回クリアしたよねこのポケモンで。まあ、テラスタル切り見ねえもんな。あれでも一応積んでるのは消されてないよね。あ、消されてないしね。一応ネズミのままと。むしろウィンディがね、どんどん死んでくれると、まあ言い方ですけど、威嚇であれになるんで。ここ回復入れるメリットないんで、このまま落ちちゃいましょうか。その方が早いんでね。そしたら威嚇で、まあどっちにしろ映画2段階落ちるんで。そこ考えたら多分ここ落ちちゃった方が、うん、アドな可能性もあるな。ただやっぱりアクテラにした方がね、それはいいんで、アクテラにはしてくださいね。最悪。急所か？ああ、素でこれか。やば。うん、終わった。ダメだー。アクテラのあれ持ってこようかな。てか、もしかしたら相手、研磨積んでる？なんか、その可能性ねえかな。前回、よく俺、伊勢葉捕まえたな。もうどうやって捕まえたかもう覚えてねえ。ちなみに、アクテラってどんくらい予備ある？アクテラ夢があるんだったら、テラスタル変えちゃうのもありなんで、あ、でも700か。まあ700あるから、変えちゃってもいいんだけど、こっから空飛びに行くのめんどくさいんだよな。ちなみに、あのガオガインって B ぶっぱにしてある。ああ、一応これでも腐っても B ぶっぱにされてんだ。なるほどね。ランクまでガオガインって意外と強いイメージあるけど、お前意外とゴミじゃね？なんかわかんないけど。
どうしようかな。とりあえず一回潜ってみるか。できればやっぱりうねるみたいなものの方がさ、なんだっけ、あれだけなんですよね。ジャローダのリフソンぶっぱでポンポンポンって綺麗に階段で上がっていくだけなんで、マジで楽なんだよ。オッケー、入れる。なんかやっぱり改造が多いっすね、ほんと。なんか今のところ、まあ、レイスボックスと今、鉄の頭在庫処分してるんですけど、在庫処分ですか、捨ててるんですけど、改造個体飛んできちゃったんで、結構ひどい割合で改造いますね、やっぱり。てか、むしろ改造しかいない。正規個体が逆にいない説まで、うん、ありそうっすね。ちなみにあれだっけ、ポケモン GO の方はレジシルがやってるんだっけ、イベント。詳しく知らないけど。俺、ポケモン GO の方は一切やってないんで、わかんないんですよね、どういうポケモンがイベントで出るかっていうのは。お、色違い来た。ちょっと待って。今まさかの、あべ、すいません。手が滑った。びっくりした。あれ、なんかこいつ色変じゃねえと思ったら、色違いだった。今、スマホの方のポケモンホームで交換してたんですけど、まさかの、ペロッパフってやつが色違い来た。おー、びっくりした。ポケモン GO さんの色違いなんだ。お前よくこんなのしてたな、レベル4だけど。普通にびっくりしたわ今。なんか色変だなと思ったんですよね。したら色違いだった。アリソの雄たけびはどう？あれ？ああそうか、リセットかけられたから落ちちゃうのか。ごめん、確認しなかった。まあいいや。オッケーか。やっぱうねるみの方が簡単ですね、圧倒的に。まあ L、 まあでも、あでも真珠、あでも木の実が出ないのか。マトマだと確か素早さだっけ。確かマトマの実だと素早さだった気がする。あ、そうです。やっぱりまたまた素早さっすね。で、水寺はちなみにどんくらいある？ああ、水寺710なんで、まあ全然大丈夫そうっすね。
ウォッキーまとめねる水面ほこの水面の時のさ嬉しさよね。さっきまで、ね、3夜4夜連続眠りで空飛んできたんでここまで。もうね水面が出てくれたけどマジ感謝って感じですね。問題は兵に入れるかっすけど、できればそのね今日イベントレードを2本ぐらい取って、であとはそうね改造ポケモンの方、まあ新しい部屋見つけたんでそっちの方も動画撮りつつっていう感じにはしたいかなと思いますけど、壁も一撃。やっぱ水面の方が圧倒的簡単ですね。これ強えな。やっぱ攻撃するだけでさ、詰めるっていうのがさ、なんだっけ、イサハトンの違いですかね。まあ、ただ命中率がね、90なんで、多分リフトも90だよね。たまに外すんですよね。お前そこで外すって時にたまに外すんで。
あ、しかも改造だったんだ、このあの鉄の回の。今ドットコムって多分表示されたよな。まあ見てなかったけど、なんかそんな気がする。なんかね、ドットコム系だった気がする。まあどうでもいいんだけどね。まあちょい渋って感じですかね。まあちょうど10時か。まあ9時ちょっと過ぎから撮って、そうですね、全く部屋に入れない3、4部あったんで、3、4部屋あったんで、結構そうですね、時間的にはって感じか。そしたら、そうですね、まあ一旦32分なんで、まあこれ1試合やったら、そうですね、改造の方の動画に切り替えるか、まあイベント例でやるか、まあちょっと道ですけど、まあでもね、そうですね、まあ僕もいないんで、じゃあ終わりにしましょうか。一応ね、今回ね、まあ、もしね、うねるみんなも、まあやるんだったら、そうですね、もう100、まあまあまあ、腹張りとか、まあ未来でもいいかもしれませんけど、まあ積まなくて済むね、天の弱者ローダー、結構ね、これね、おすすめかなと思います。あとはそうですね、個人的にはね、まあ、イサハがあれ持っちゃってたんですよね。なんだっけ。急所に当たりやすいやつ。このイサハ誰なんだ？あ、これ俺のか。イサハが一応、まあ、メガホン持ってるんで、で、耐久的には、まあ、防御の方が弱いんで、まあ、物理型の方がいいんですけど、ちなみに、ちょっと待ってくださいね。名前なんだっけ、あいつ。名前が出てこねえんだよな、たまに俺。あ、カラマネロか。カラマネロも一応、まあ、タイプ的にはエスパーアークなんで、悪くないんだけど、エスパーアークだと、虫タイプの技ってどんくらいで食らうっけ？多分4倍くらい食らわないっけ？ 2 倍か4倍なんですよね。ああ、そうですね。虫4倍っすね。虫4倍、フェアリー2倍なんで、で、メガホンが間違いなく急所に当たると、で、しかもまあ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 、あれなんですよね。カラマネロの場合って、あれで積むしかないんですよ。バカ力。ただまあ B が確定で1、まあ技ある確定で1なんかが上がる、当たるやつなんで問題ないですけど、カラマネロどこに置いたっけな、俺。カラマネロあった。カラマネロこっちか。そして一応カラマネロこの辺になるんですけど、まあ例えば AB ぶっぱにしつつ、まあバカ力で、まあ、確定で 8B 詰めつつ、まああとはテラバとか辻切りとかって考えても、まあ、悪くはないと思うんですけど、ただそうですね、さすがに多分無理だと思うね、急所に当たったら。多分急所に当たったら、なんだっけ、メガホンで、多分ワンパンされると思う。4倍弱点なんで。しかも B264、まあ振ってない B でこれなんで、まあ振ってにはもうちょっと話が変わるかもしれませんけど。まあどうなるかすかね、これはわかんないけど。まあそうですね、でも個人的に今周回するんだったら俺は、まあうねる水面の方が、そうですね、周回はしやすいのかなっていう感じはしますね。というわけで、この後はそうですね。まあ、昨日撮った改造ポケモンの動画。まあ、もしくはこの辺で、ね、ブルロンとかの大量発生とかも、まあ、始まってますんで。こっちは誰だっけ？あ、コリンクか。まあ、コリンク別にいらねえからいいや。で、あとはあれでしょ？コダックと、コダックじゃねえ。なんだっけ？多分あれだよ。本編の方で、多分あいつが湧いてるはず、コイキングは。あれ？コイキング、あ、そうです。一応大量発生のあれ、マークついてますね。で、まあ、そうです。やるんだったら、シガロコ意外といいのかなっていう感じしますね。まあでもシガロコどうなのかな、わかんねえけど。まあそうですね、今回の大量発生、まあイルジャイアがね、出やすいよっていう大量発生の方のイベントになりますんで、まあそこまでね、悪くはないかなとは思いますけど。個人的にはっていう感じですかね。じゃあ一応そうですね、この後は、まあ昨日撮った改造ポケモン、まあどういう人、こういう人が巻いてるよっていう、まあそれ注意喚、まあ注意喚起になるのか紹介になるのか、ちょっとね、微妙なボーダーラインですけど。まあ、ちょっとね、そのシャープ2みたいな動画撮っていけたらいいかなと思うんですね。昨日マジショックだったんですからね。気づかず改造ポケモン俺もらって保存しましたからね、サブロムの方で。というわけでね、一応そうですね、まあ、周回はどっちでもいいかな。OK、というわけでね、一旦動画、切り替えたいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。